きチャンネル。じゃ、こんにちは。さあ、はい、今日のお題はですね、はい、キャッチャーはなぜそんなに多くの人から袋叩きに遭うのかって。袋叩きに。もう批判されるよ、すぐ。まあまあまあ多いですね。うんうん、評論家、うん、解説者、ファンも含めて、うん、すぐ矢面に立たされて、うん、すぐチームが勝てないと、うん、もうバーッと言われるじゃん。うん、確かにそうですね、うん、なんかこう先発ピッチャーなりピッチャーがすごい崩れたとしても、たらあそこでもうちょっとキャッチャーが考えて踏ん張んなきゃいけないとか、まあ、キャッチャー言われがちですね、うんうん、ホームラン打たれちゃいけないのに打たれたとか、うん、あとは最初やっぱ踏ん張れなきゃいけないのに先制点やったとか、うん、配球偏りすぎとか、はい、もっとインコース使わなきゃとか、うん、ボール球多すぎとか、はい、逃げてるとか、うん、ストレート一辺倒とか、うん、ストレート逆に投げないとか、うん、めっちゃ文句言われるよ。結構まあリードのこととかこう言う方多いですね。めっちゃ多いじゃん、うん、世の中にも、はい、なぜそんなことが起こるのか、なぜなぜあるんですか、その理由が。明確にある。へえ、なんだろう、なんかもうそのままな気がしますけどね。えキャッチャーのリードが下手くそなことを言わせない方法があります。へー、何ですかそのなぜ。まず一つはね、はい、これはもう今までもずっと言ってきたことで、はい、もう超当たり前のこと、はい、まず一つは、うん、打つこと、うん、はい、打っとけば言われない、うん、そうですね、うん、だから西武の森がね、うん、典型的な例で、はい、もうバンバン打ってれば、うん、チーム防御率最下位でもそんな言われなくてね、はい、で結局チームが勝てなくてちょっと自分が打てなくなっちゃうと、うん、リードのこととか言われ出すじゃんね、うん、これが典型的だ、はい、でもう一つがこれもいつも言ってるけど、うん、チームが勝っとけば言われない。はい、まあそうですね、勝ってて優勝しとけば防御率が悪かろうが、うん、これも森がね、うん、いい例だけども、はい、防御率が悪かろうが何しようがに言われないし、うんうん、はい、まあ、チーム勝たせてるってことですかね、うん、そうそう、いよいよで巨人の大城とかもね、うん、あの優勝してるときは何も言われなくて、はい、今年みたいにちょっと苦しくなると、はい、いや大城、小林、隅谷がいいとか岸田がいいとか、うん、キャッチャー誰使い論争とかなるじゃん、うんうん、はい、だこのまあ2つはねずっと言ってるけど、はい、打ってて勝ってればもう絶対言われないの、はい、これ批判は、うん、すごい大事なのがもう一つあります、はい、もうこれが実際これが一番大事、それがあるから批判されちゃう。そうそう、これを言うから批判されちゃうっていう。これを言うから、うん、キャッチャーが、うん、うん、キャッチャーじゃない、これを言うから批判されちゃうっていう。これを言うか、誰が言うんですかそれは。それを言ったらおしまいよ。あ、そうですか、うん、答えだから。答えですか。ええー、当てたいけど私分かります。分かる分かる、普通に分かる、超簡単だもん。これを言うから批判される。うん、なんだろう、本人が、うん、本人じゃない、本人は言わないよ、本人じゃない、これを言うから、監督とかコーチがガダンって言うの、打たれるなって言うから。いや、そう、打たれるな無理や。そうですね。ノーヒットノーランばっかりになっちゃうから。いいリードしろって言うから。答え、もうでも 80% 正解よ。あ、本当ですか、うん、何ですか答え。正解は、はい、首脳陣がキャッチャーを批判するから、うん、することありますね。首脳陣、監督、うんうん、バッテリーコーチが、はい、自チームのキャッチャーを自分たちで批判するから、うんはい、周りが言いやすくなるのよ。監督がコーチがね、はい、いや今日の先発ピッチャーもうちょっと立て直すことができたけど、キャッチャーのダルスルがちょっとそこでもうちょっと踏ん張らしてやらせなきゃとか、うん、ボール高いんだからキャッチャーのダルスルがもうちょっと低め構えたり工夫して低めに投げさせるようにしなきゃとか、うんうんうん、まあ、言いますね。結構言うじゃん、うん、だから批判されるのよキャッチャーが。あー、だから中の人間が言うから、はい、外の人間言いやすいのよ。そうですね、さらに輪かけて、まあ、それが正しいと思っちゃいますからね、うん、で、あとは中の人間が文句言ってるから、うん、他も別に文句言っても誰もそれを擁護できないじゃん、うん、そうですね、うん、中の人間が言ってるから、うん、で一番キャッチャーがもう批判されてボコボコに袋叩きにあるのは、うん、中の人たちがキャッチャーを批判するからそうなるのよ。そうですね、逆に言うとよ、うん、まあ、ね、お前コーチ経験ないんやから分からんやろって思うかも分かんないけど、はい、逆に言うとよ、うん、選手が批判されてるってことは、うん、コーチのあなたも批判されてるのと一緒ですよって俺は思うのね。まあ指導役ですからね一応。そう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 、うん、だから選手がリードヘボイって言われてるのは、うん、コーチがリード教えるのヘボイって言われてるのと一緒なわけよ、うんうん、何よ、はい、担当コーチが、うん、そのメディアに向けて、うんうん、とか外に向けて、うん、キャッチャーのリードがダメやって言うってことは、うん、私リード教えるの下手くそなんですって言ってるのと一緒なのよ。そうですね、当人は言っちゃあかんやろって思うの。なんで言っちゃうんでしょうね。
だからそれがで、うん、俺はいつも言ってるんだけど、はい、すぐ論調がさ、うん、リードがうまいヘボイってなるやん、うん、いや論調は、うん、その日うまくできたかうまくできなかったかじゃないのっていう、はい、うま、ん、いヘボイってずっとヘボイのみたいな、だって完封する時もあるじゃんっていう、そうですね、だからうまくいったかうまくいかなかったかだけなんだから、うん、言うとしてもよ、うん、山曲ここでちょっとうまくできなかったねみたいな、うん、まあでもそれはねこっちの感じもあるし、まあ、しっかりねこれからまたあのミーティングして明日に備えるように改善こちらも促してしていかなきゃいけないんで、うん、そこはもうちょっとコミュニケーション取って明日に改善するために何か対策を立てますって言っときゃいいんじゃないの、もうそうですね、うん、だってずっと下手なキャッチャーってね、なかなかスタメン内にないですよね、だっていい時もあるから使われてるわけですもんね、うん、そう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 、うん、だからそこが一番の問題なのわけよ、しかもコーチなんて、うん、だってキャッチャーのリードがヘボイって、おコーチ前ヘボイって言われてるのと一緒なのによ、はい、もう俺だったら自分のこと言われてると思うもんね、常にキャッチャーが批判されると、そうですね、うん、だって自分の担当だから、うん、いわば、はい、自分の担当してる選手が批判されてるってことは自分が批判されてるのと一緒じゃん、うん、いやどうにかしてやらないともう俺が批判されてるっぽいって思っちゃう、確かにそう思いそうですね、それなのによ、うん、トーン外コーチがよ、はい、輪をかけて文句言うのよ、うん、はい、嘘やろってそんなコーチ言ってます、いや見ててっているから、キャッチャーじゃなくても、はい、他のコーチでも野手でも、はい、野手は野手のこととか、うん、ピッチャーはピッチャーのこととか、はい、言ってくから、ですか、うん、ここでよ、うん、いい例が、はい、あんのよ、 あるんですか、いい例はね、はい、石井和久さん、はい、最後オリンピック休みちょっと前ぐらいに、はい、あの涌井と隅谷がバッテリー組んだ時あったじゃん、はい、初めて、うん、でボコボコ打たれたじゃん、はい、で試合後にまあ、あれじゃああのピッチングじゃあ誰がキャッチャーやっても一緒だよねって言ったの、はい、そうやって言ったらよ、はい、炭谷の文句言えんやん、言えないですね誰も、はい、そうやって言ってくれたらいいんちゃうっていう、常にどのキャッチャーでも、まあまあそうですね、うん、だそう思うと、まあ、今回は涌井投手が、まあ、ちょっとなんかもううまく投げられてなかったんだなって、そうしたらキャッチャー批判されないじゃん、されないですね、だからさ他の若いキャッチャーでも、うん、太田とかでも、うん、いやあれじゃあ誰がリードしても一緒だよねって言ってくれたら収まるのにね、はい、そうですね、だから首脳陣がキャッチャー批判しなかったら、はい、キャッチャー批判されないのよ、まあ、そうですね、首脳陣が擁護したら誰もできないのよ、うん、そうですね、だってそれ聞いたら、あ炭谷選手はもう全然ね、うん、なんかダメじゃなかったけども涌井投手がちょっとピッチングうまくいかなかったなってイメージはなりますね、なるじゃん、誰も批判しないでしょうね、だから涌井の批判されるかもわかんないけど、うん、キャッチャーの批判されないのよとか、コーチがよ、うん、いや今日10点取られたけどあのキャッチャーのあいつはあの策通りミーティング通りやって、まあ、そこがうまくかみ合わなかっただけだから、うん、こっちのちょっと対策が、まあ、うまくいかなかったっていうところもあるし、うん、そこがうまくかみ合わなかったところあるんで、うん、もう一回今日の試合を精査して明日に向けて対策持って明日またやらしたいと思いますって言ったら、うん、リード悪いって言える、言えないですね、もう確かにみんなそう言ってほしいですね、うん、だって本当にそう言われて、本当にそうじゃん、だって、ね、本当はそうなわけよ、うん、だってキャッチャーがよ、うん、ミーティングもなくよ、はい、勝手にやんないわけよ、だって指示も来るわけですもんね、うん、それはね、うん、俺みたいなバカなやつはミーティングで言ったことよりもいやこっちの方が正しいと思って勝手なことやる可能性あるけども、はい、そんな実績もなくて若くて特にね、うん、選手がベンチの意向を無視して勝手に配球するわけないのよ、はい、ってなった時によ、うん、勝手なことやってんだったら勝手なことやらさないように、それはベンチがどうにかしなきゃいけないことであって、それは制御しなきゃいけないわけじゃん、もしくはその通りやってて打たれたらそれはもうベンチの責任もあるわけじゃん、スコアラーの責任もあるわけじゃん、全部そいつの責任に首脳陣からしたらあかんやん、そうですね、そうやって言っときゃいいんじゃないの、だってその通りやってその通りうまくいかなかったんだから、また精査してうまいことまたミーティングして今日のやつを課題にして明日取り組んで明日はいい形でできるようにしたいと思います、もし明日良くなったら、いや昨日の失敗をまあキャッチャーのなんとかもしっかり修正できたし、こちらとしてもいい材料を持ってたんで、まあ1日であの修正できてベンチワークも含めて、まあ選手なんとかも含めて、まあいい形でね今日は試合組み立てれたと思います、よくなる、そうですね、その繰り返しじゃん、そういうのによ、それは首脳陣が批判したらそれはもう全員から批判していいって言ってるのと一緒だから、うん、そうですね、逆にそうやって言ったら批判できんじゃん、まあ、リード下手くそかって言えなくない、うん、いやベンチがやらしてるんでって言われたら、はい、でこだってコーチ側に批判来るようにしなきゃいけないんじゃないの、はい、こっち側に、そうですよね、うん、選手はね指示の通りというか、まあ、うん、その責任元やってるわけですから、うん、責任は言えば中のね、そうだって責任取るのがその役職が上の人じゃないの、うん、そうですね、そういうのにさ、うん、責任そっちに転換されても困るやん、うん、しかも何もしなくてよ、うん、勝手なことやってんだって話は変わるけど、うん、やらしてるでしょ、はい、そうですね、で責任転換されても困るやん、うん、もしその監督首脳陣の方々が
なんでこんな勝手なことやってとか、まあ、もしすごくイライラしたりとか、もうあの選手ダメだったなと思うことがあっても選手に非難されないように言葉選びってすごい大事ですよね、うん、あとはよ、うん、制御させてない自分が悪いんじゃないの確かにね、うん、はい、勝手なことやってるって思ったらそれほっとらかさないの、なんでそうやってやってるかコミュニケーションつくんじゃないの、うん、そうですね、でそれが理にかなってたら、うん、あ、まあそういうのもじゃありやなと思ったらまたそれ組み込んでいけばいいし、うん、そうさせてる方も問題じゃないの、まあまあ確かに、うん、でそれが嫌なんだと使わなきゃいいじゃん、はい、別にそいつ使わなくてもいいんだから、うん、でも佐藤さん意外と勝手なことしてたんですよね、だって別に結果出したら使われるじゃんそうです、結果が出てたらいいですよねそう、はい、うん、だからそこは別に、うん、だって別に無理やり俺使う必要ないからね、うん、勝てればいいんだから、はい、だからそうやって別に俺はそうと思ってたけど、うん、嫌だったら使わなきゃいいだけで、うん、使ってて文句ばっかり言っててもね、はい、困るじゃん、そうですね、うん、いやでも本当にそういう、まあ、首脳陣コーチ監督の言葉選びって本当大事ですね、うん、だからキャッチャーが一番やっぱ批判されるのは、うん、はい、中の人間が批判するからよ、うん、はい、でもう一つ最後に、うん、絶対キャッチャーが批判されないようなスパイスは、はい、ピッチャーがヒーローインタビューで必ずキャッチャーのおかげで勝てましたって毎回言うことよ確かにそうですね、うん、うん、そうしたらそのキャッチャーのリードは常に悪いとか思われないですもんね、そうそう常にいいっていう風な論調になってくるわけ、うん、言うピッチャー結構いますよね、いやだからもう常にね、うん、かわいい、毎回言ってもらう、もう毎回言うのよ、うん、いつも勝ててんのは誰それのおかげだから、うん、今日もいい形で引っ張ってくれてよかったですって言って、うんうんうん、そしたらああそうなんだって思いますもん、それ聞くと、そうそう、そしたらあやっぱりこのコンビネーションもいいんだって思うじゃん、うん、いいバッテリーだなーってなりますよね、うんうん、だってピッチャーがよ、うん、中にいるピッチャーがリードいいって言ってるのに周りがリードへぼいって言えないじゃん、言えないですね、うん、だって本人が一番分かってるわけですから、そう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 、うん、だからピッチャーが常に誰のキャッチャーのリードがいいって言ってリードのおかげで勝ってるっていうのをずっと言っていったら、うん、もう周りは批判できなくなる、うん、そうですね、うん、これはピッチャーの方言うべきですね、うん、そうそう、だから中の人間が褒めれば褒めるほど外の人間っていうのは言えなくなるのよ、うんうんうん、だって中の人間が褒めてんだから、はい、だからそしたらヘボいとかいいとか言えないじゃん、だから俺は今日は良かったね今日が悪かったねって言ってんの、うん、だっていい人どんな素晴らしい人間でも悪い日はあるわけじゃん、ありますあります、だから今日はこういうところがうまくできなかったねって言ってるだけで、うん、多くの人がうまいヘボいの論調しすぎ、キャッチャーのリードも含めて、うん、うまくいったかうまくいかなかったかだけだから、うん、だからすぐ俺がさ解説でも何か言うと、うん、いやなんかリードは結果論って言ってるのにリード批判してるみたいな、うん、いや批判じゃねえよっていう、うん、うまくいかなかったねって言ってるだけだよっていう、今のはまあこうした方が良かったのかな、良かったんじゃないのっていう ね、うん、だからそういったところが、うん、まあ、この段階ではまあうまくいかなかったよねって言ってるだけで、うん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 、別にその選手に対してのリードが下手くそって言ってるわけじゃないから、はい、だってそのリードでいい時もあるわけですもんね、そうそう、完封する時もあるわけじゃん、うん、完投して勝つ時もあるわけじゃんね、はい、そうですね、うん、これはもう内部の方のね言葉の問題ですね、そう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 、うん、だからな中の人間がキャッチャーを矢面に立たせないように批判しなかったら、うんうん、外からはそんなに批判されないと思うよ、そうですね、一番の理由はね、うん、中の人が文句言うからよ、はい、そうですね、そして今見てるもしピッチャーやってる方はキャッチャーのことを必ずヒーローインタビューで、そうそう、なんとかのおかげでって、だから、はい、思ってたら言ってあげてほしいね、はい、思ってなかったら言わなくてもいいけどね、はい、うん、まあ、今日は自分のピッチングが抜群だったなと思ったらね、うん、だからそういう時は言ってあげてほしい、うん、このキャッチャーのリードはねいつも下手くそだけど、まあ、俺が首振って投げてるからね、まあ、今日もいいピッチングできましたって言っちゃっていいんですか、いい言えるもんならね言えない残念ながら何でも答えれるんですよYouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ、 YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ、いや会場出たら全部忘れてほしいですよね、いや会場出たら全部忘れてほしいですよね、その代わりあの出口出たら忘れてくださいぶっちゃけすぎですよね、ぶっちゃけすぎですよね、使いどころが違うんやーって強制送還する